回れ回れメリーゴーラン大消して止まらないように動き出したメロディーラララララ番組は快適ライフのパートナージャパネット高田の提供でお送りします。失礼ですけど、どちら様ですか？すいません、朝倉さんだったら荷物まとめて出て行きましたけど。出てどこに？今日、私、結婚式なんですよ。10時からなんで、8時に来るはずなのに、もう9時半になろうって、朝倉さん来ないから。
え、このままじゃあ私一人で結婚式あげるのとか思った。そんな冗談じゃないよね。なんで一人で結婚式なのあげなきゃいけないのとか思って。桜さんはさ弱いの。だからね、結婚式午後からにしちゃおうよって言ってたくらいなのだ。寝てるよ、絶対寝てる。寝てるかも、寝てるに違いないよ。絶対寝てない。なんで？もう親戚とか集まってんですよ。家族とか田舎の親とか出てきてんですよ。式10時からなんですよ。ってことはあと30分。な、一言みたいに言わないでくれる？それより朝倉は？朝倉はどこ行ったの？さあ、あのお互いに干渉しない主義だったから分かんないです。さあ、困るな。式10時からなんだよな。今9時半ってことは？あと30分？いや、もうそれは今聞きました。そうよ。ところであんた誰？あ、僕はだからその朝倉さんのルームメイトの瀬名です、うん、でももう朝倉さん荷物持って出てっちゃったからルームメイトじゃないんですけど。いや、そんなに僕を睨まないでください。関係ないんですから。じゃあどうしたらいい？いや、あ、なんか手がかり、すまん。南さんですか？なんで私の名前？いや、手紙書いて。俺いない方がいいですよ。いや、ちょっとねえ、出だしだけ目通してくんない？やっぱ自分でやる。あ、やっぱり。あ、でも自分で。あ、でもやっぱり目通して。視覚で見るとショック大きそうだから。視覚って何ですか？目で見るとってことでしょ、バカ。そうですね、あの耳で聞けば空耳ってあるかもしれません。ちょっと待って、はあはあ、最初か、いや、そうじゃなくて、さっきからあなた僕に対して態度すごい大きいと思うんですよ。いや別にいいんですけど、今大変な時でしょうし、あの、すみません、手、はい、いただきます。親愛なる南、すまない南。いきなりすごいじゃん。いや、あの、この先もっとすごそうなんで覚悟しておいてください。オッケー。僕はある女性と恋に落ちてしまった。彼女は僕がいないと生きていけないタイプだ。君は僕がいなくても100万年でも生きていけるタイプだ。だから君の前から突然姿を消す。君との結婚はなかったことにしてほしい。すまない。もういいよ。いや、もう終わりです。え、もう終わりなの？はい。私は亀じゃないよ。はい。100万年。
こある？え？はい、はいはいはい、どちら様ですか？こんにちは。あ、何か？あのね、タクシー代。あ、いいのですね、わざわざ。いやいや、ほら、借りは借りだから。これ。あ、食事中？いや、これからなんですけど。ごめんなさい。じゃあ。じゃあ。ちょっと何するんですか？お願い。何が？一生のお願い。だから何があって聞いてるでしょ。引っ越してきていい？誰が？私が。どこに？ここに。なんで？なんで？今なんでって言った？絶対なんでって言ったよねってこと。なんでか。事情を聞く気があるっていうことだよね。ダメだじゃなくてなんでって言ったよね。何言ってんですか、あなた。南。はい？あなたじゃなくて南。南春男の南。あ、名前ね。そう、南のお願いしなさい。ここは一つ事情だけでも聞いてみる気ないか。あ、どうした？何ですか？荷物。はい？荷物。じゃ、靴！それで？それで、私は自分のマンションも引き払って、貯金は全部結婚式及び結婚後の新居の資金にって朝倉に渡してあったわけ。それで？で、それ持ってあいつ逃げたでしょ。つまり早い話が私、一文だし。それで？で、無理やりマンション引っ越すの待ってもらってたんだけど、だけど新しく借りる人たちが来ちゃうって言うから大家に追い出されたっていうの。それで？で、で、いや友達のとこ行こうかなとも思ったんだけど、結婚してるでしょ、ワンルームでしょ、男がいるでしょ。はい、はい。どうすんのこの荷物。あ、今決着つけますから。決着ってなんすか？腰痛い？大丈夫？ご苦労様。ありがとうね。ご苦労様。なんて入りきるかな。いいですか、とりあえずですからね、とりあえず。あ、はいはいはい。分かってます？はい、当てができたらすぐに、お金ができるか、男ができるかしたらすぐに。あと安心して、私年下には1ミリも興味ないから。あなたをそうなんてことない、ないないない。僕もあの年上には1ミクロも興味ないですから。生きたね。いやでもあの年上にもよりますよ。ちゃんと大人の女の魅力持ってれば、吹雪純さんみたいな。あれ、あのなんか僕地雷踏みました？大丈夫。モデルなんですか？え？仕事。あ、まあちょっとしたモデル？アンアンとか見ないか。はい。アンアン？いや、そういうの分かんないから。別にモデルやりたかったわけじゃないんだけど、短大の時にね、ミス日本の3位になっちゃって、スカウトの人が来ちゃって自慢話みたいか。いや、みたいじゃなくてそうでしょ。うん、あ、これで大丈夫ですよ。あ、サンキューです。せいなくんはさ、コンクールって言ってたけどピアニスト？まあ。ほんとピアニスト？うわー、生身見るの初めて。ほら、テレビとか映画でしか出てこないでしょ。どんな生活？いや別にあの大したことないんですけど、たまに自分のリサイタルやったりとか、あとは大概練習してるかな、家とか学校とかで。学校って大学？いや、大学院。
のところにアンアンがいる。1980。顔を見せないんで心配してましたよ。いや、あの先生に紹介してもらった音楽教室、うん、あれでどうにか食いっぱぐれなしで済んでます。ありがとうございました。しかしうちの大学院も定員が少ないからな。いや、定員の数じゃなくて僕の実力の問題ですよ。いや、君は非常に優れた弾き手だと思いますよ。お世辞じゃなく指の力があるから立ちは誰よりも正確だし力強い。ただ感情を込めない。表現力の問題ですかね。最近思うんですがね、瀬名君ってシャイなんじゃないのかな。え、うん、こう自分の感情をむき出しにするのが怖いっていうか、そう、人前で自分の感情を盛り上げてそれを誰かに見られるのが恥ずかしい。あ、そうだ、この間のコンクールの結果はまだ出ませんか。あ、まだ。瀬名君の場合はね、上がるっていうんじゃなくて聞き手との間に壁を作ってしまうんです。うん、僕はその誰かのためにピアノを弾いたことがないんですよね。うん、いや、あのピアノ自体はすごく好きなんですけど、その誰かに聴かせるっていうふうには弾いたことはないです。いや、そうじゃなくて、これ引き出物、結婚式の引き出物。重いから持ってくるのどうしようかなと思ったんだけど、これ結構おいしいし、おしゃれだし。瀬名くん、結婚する予定ない？なんなら録画けとってもいいよ。いや、ないです。あー、ねえ、飲もうよ、せっかくだから一緒に。ね、おいしいのか。はい、あれ開けてみようか、ね。1965年ヴィンテージもの。65年ってそれ高いじゃないですか。すっごい高い。でもにはもっと別、はい、はい、開けてピアニスト。はい、しかしさ、順風満帆だよね。顔もいいしさ、ピアノも弾けるしさ。女、ねえ、女はねえ、女どうなの、教えて教えて。女、うわ、私親父くさもう飲まない方がいいですよ。大丈夫大丈夫、これ全部飲んだら気持ちにケリついちゃうから。全部これ飲んじゃうんですか。あ、これとこれとそれとあれとか、うわぁ全部。りょうこちゃんって言うんだ。いいじゃないですか、もう。奥沢りょうこちや。いや、やめてください、もう分かりました。はい、で、付き合ってんの？いや、なんだ片思い。いや、これからですよ、これから。なれそめは1年ぐらい前かな。
僕はあの大学にピアノ弾きに行ったんですよ、うん、したら彼女が弾いてて、うん、僕にどうぞって譲ってくれたんですよね。でその彼女のどうぞっていうのがすっごい良かったんですよ。あねえ、だからどうぞっていうのが何いや、ちょっとやってみな。わかんない、はい、見せな。しっかり何どうぞが、何だだから、僕が弾きに行ったら彼女が先にもう弾いてて、うん、あ、どうぞってやってくれたんですよね。わいや、ちょっと目線でやってごらん、私ここ、背な僕がその涼子ちゃんだから弾いてたじゃないですか。そしたらこう目が合って、あ、ごめんなさい、どうぞってやってた。結構ドキドキしたかもしれない。ちょっともう一回見せて、もう一回だからこう、あ、もう一回、もう一回、そこで出し、もう一回、これ今のですか。今のだからこう、あ、もういいよ、しかしいいよな、どうぞ、たった3文字すっごい省エネ。なんでそれだけで好かれちゃうわけ。どうぞでいいんだったら私いっぱいやっちゃう。どうぞどうぞどうぞ、なんかこれに着ようかなって、あ、でも今日花枯れたしなとか一人で、あ、また僕なんか地雷踏みました。いや、いやでも結構いつも似合ってますよ。ぶってのざまみ、あ、バッカが見る豚のケツ。ねえ、どこ電話してんの。あ、いや、ちょっと、あ、ダメだ、切れちゃった。涼子ちゃんだったりして、まさか。そうだ、せっかくこんな立派なピアノあんだからなんか弾いてみて。いや、人前じゃちょっと。いいじゃん。いや、悪いけど酔っちゃってるし。へえ、まあいいか。知ってる？1965年ってね、私が生まれた年なんだよ。へえ、あ、そっか。結婚式の夜にね、朝倉が二人で開けようねって言ってたの。君と同じだけこの世にいるとか言っちゃって27の誕生日にね、私一人だったの、男と別れて。今年は誕生日一人かなんて思ってたら、夜中の12時に朝倉から電話かかってきた。夜中の12時、うん、私が生まれた日になった瞬間。ああ一番先におめでとうって言おうと思ったって。それから付き合いだしたのね。それから28、29、30って3回誕生日来たけど、いつも午前0時に誰よりも先におめでとうって言ってくれた。そんなのがずっと続くと思ってたな。おめでたいね。ごめん、しんみりしちゃった。いいもん見したい。いい？どうすんの？
いや、これ落とすの。それで？いや、そんだけ。何が面白いの？え、いや、これ投げたらちゃんとここまで戻ってくる。嘘だね。本当だ。絶対嘘だ。3階だよ、ここ。いや、3階でもちゃんと本当戻ってくる。じゃあ、見てて。本当だから。いい？行くよ。いい？うん。行くよ。ほら。うっそー！なんで？ね？貸して貸して貸して、やってみていい？ちょっと勢いつけた方がいいよね。まっすぐ、まっすぐ。行くよ、行くよ。高く上がるかな。ちょっとやってみる、やってみる。でも気をつけてよ。3 2 1ゲッ。あ、ちょっと、あれだ。いいよ。いや、あれ見つかる。いいって。大事なもんじゃん。大事じゃないよ。大事じゃない。飲むよ。ね、続き。開けるのどうか。涼子ちゃん。先輩。サントリーホールか。すな先輩、いつかあんなとこで弾けるといいですね。いや。先輩だったらきっと弾けますよ。いや、もう遠い夢だよ。今日どうしたの？あ、楽譜会にリストのカンパネラ。まだ無理だと思うんだけど、先生が大丈夫って言うから。いや、陽子ちゃんだったら大丈夫だよ。そうですか。どんどんどん。先生、おはようございます。よし、じゃあ俺仕事だから行くわ。先輩、こないだの芸春院新人音楽コンクールどうだったんですか？ああ、多分これ。じゃあ。先輩。ん？先輩はこんなとこで教えているような人じゃないと思います。Thank you.
いらっしゃいませ。閉めといた方がいいと思う。あ、ごめんごめん。電話あったよ。え？電話。電話って取ったんですか？はい。いや、じゃないでしょう。決めたじゃないですか、電話は一切取らないって。お互いの部屋には絶対入んないって。はい。お風呂は7時から9時までが私、10時からが瀬名さん。温泉の露天風呂みたい。なんで取ったんですか？いや、出てあげようかなと思って。なんでそんなこと思うんですか。だってちゃんと留守電になってたでしょ。だって留守電だと切っちゃうかもしれないでしょ。はい、誰が。いや、誰ってことはないけど。はい、メッセージ、メッセージ再生してください。奥沢さんって人から。奥沢？奥沢涼子さん。涼子ちゃん、多分あなたの好きな涼子ちゃん。それで、瀬名さんいますかと聞かれたので、まだ帰っていませんと答えました。そしたら、じゃあいいですかちゃん。初めて家に電話あったのに女と思われたかな。多分ね。弁明します。結構です。第一、こんな状況どうやって説明するんですか。要件2件目です。まだあの芸集院新人音楽コンクール審査委員会、はあ、言えたから電話があってこの間のコンクールの結果残念ですが点点点点点ということでした。多分私が初めてここを来た時のコンクールだね、きっと。うん、きっとそうですね。あの花嫁衣装着てあの扉の前に立ってた時ですね。残念だったね。伝言どうもありがとうございました。いや、どういたしまして。ちょっと待って、まだあるんですか。もう一個、音楽教室の笹野龍之介くんのお母さんという人から電話があって、明日のレッスンは風邪をひいているので休ませてください。以上でした。どうも。あのさ、私に嘘ついてたことだったら気にしないでいいよ。嘘？ほら、サントリーホールでリサイタルやるピアニストって。だって音楽教室、あんたに関係ないでしょ。ほっといてよ。ねえ、気にすることないって。ねえ、私ね、クラシック好きな友達に聞いてみたの。セナっていうピアニスト知ってるって。そしたら知らないって言ってたから、おかしいなと思ってたの。でもなんていうの、安心したっていうのかな。ほら、いつもそばにちょろちょろいる人がそんな偉い人だと肩凝っちゃうっていうか、居心地悪いっていうかさ。あ、お金ねえ、気にしなくていいよ。家賃来月から半分入れるし。私、あ、トロフィーすごい。入ってくんなよ。せやな、こう落ち込んでるんじゃないかなと思って元気つけてあげようと思ったんじゃん。余計なお世話です。人のプライバシーに首突っ込まないでください。それ電話取ったのは悪かったと思ってるよ。だけどそんなカリカリ来ることないんじゃないの。しょうがないじゃん、落ちたもん落ちちゃったんだから。何が。コンクールまた受けりゃいいじゃん。
一度しかないんですよね。カッコつけちゃってさ。自分だって何があのモデルだよ。一級パの割烹着着て。あ、地雷踏んだ。こっちだって生まれまくりです。大体には人に干渉されるの大嫌いなの。なんでよ、どこに逃げられた三次女と一緒にいなきゃいけないのか分かんないよ。今核ミサイルの発射ボタンを押したね。よく分かって、出てくよね。出てくよ、出てくよ、出てきゃいいんでしょ。出てくよ、出てくよ、出てく。じゃあね。あんたがいないときに取りに来ますから。いつも誰よりも先におめでとうって言ってくれた。そんなのがずっと続くと思ってたな。ねえ。何？ねえ、戻れば。何言ってんの急に。朝倉さんからの電話待ってんでしょ。関係ないでしょ。人前で弾かないんじゃなかったの？クリスマスと誕生日は特別。待ってんでしょ電話。待ってるとしたらここしかないじゃん。でも一日無駄にした。まだ4月15日終わってないじゃん。
回れ回れメリーゴーラウンド大きして止まらないように動き出したメロディーラララララまあ、新年とある意味同じタイミングで自分も新人にもう一度なるんだなっていう。だから一からお前付き人。でもなんか何一からな感じしますね。そやろ。巡り会えた奇跡が涙の言葉よ